鈴木区は積み木の続きと呼ばれていて、積み木遊びにとても力を入れています。例年区役所のところのホールでイベントを行っていただいているんですが、今年度は少し感染症の問題もあるので子どもたちと一緒にできればよかったんですが、今年は大人たちがということで参加させていただきました。このイベントを通して皆様、区民や市民の皆様に積み木の楽しさだったり奥深さを伝えられればなと思い開催しました。色のモザイクをこう最後に飾るようにしていて、初めはこう全部白木で、あまり色のイメージが限定しないように作り出すんですけれども、作ってる中で自分の中でここは赤い塔ができててとかっていうのはこうイメージしてるとは思うので、それを最後に表現、さらに表現できるようにモザイクも加えてます。積み木のこのサイズとか、あの箱のサイズとか、この箱の中の底板のサイズっていうところも考えて作っていて、基本的にはあの収納する箱なんですけれども、子どもたちはあの仲間外れを作らなくって、おもちゃもいろんなものをあの一緒に遊びたがるんですよね。箱もあの一緒に取り入れて遊べるようにっていうところで寸法を作りました。この積み木の精度を大事にしているっていうところで、この積み木は出荷時コンマ2ミリ以内の誤差が許容範囲になっていて、なのでまあほとんどピタッと揃って、おります。なので大きいものを作りたくたい時にこのぴったりしているのでズレがなく、あの大きいものが作ることができます。いろいろなおもちゃがあふれている中で、積み木というのは無限のその変化、あの何にでも変身できるもの、あの想像力が高められるおもちゃっていうものは、あのすごくあの多くの子どもたちの心に響くんじゃないかなという思いがありまして、あのその貸し出して楽しんだことで、何かこう親子で遊び出すきっかけになったりだとか、そういうようなあの一つになればいいかなという思いもあるのかなと感じています。楽しい積み木の遊びを経験してもらうというところで、貸し出しっていうのは続けていきたいなというふうには考えております。